こんにちは、こんばんは、葵です。新流行り神、7回目、始めます。はい、今回はね、ちょっとね、めんどくさい男をね、相手にしなきゃならんみたいですね。金谷ひろむという人物に会いに来たんですけど、彼はね、捜査現場の写真にいつもね、なぜか写り込んでるっていうやつで、野次馬なのか目的はちょっとわかんないんですけど、風森さんが言うにはとにかくね、無職でネット中毒のうざきもいやつらしいです。ちょっと会いたくないですね。留守ですかね。留守に決まってんだろ。どうせ面倒がってるに決まってる。こういう時はだな。金谷さん、金谷ひろむさん、宅配便です。お荷物の届けに上がりました。なるほど。出ざるを得ないね。宅配便？アニメ DVD かゲームソフトの配送と勘違いするだろ。あ、これは絶対出てくるよね。そんなバカな。嘘。それは出るよね。ほらな。と、風森さんはアイコンタクトをして玄関を向いた。さあ、どんなやつが出てくるのかな。ノロノロと扉が開いたとき、お目当ての本人はあっけに取られていた。おー、なんかいかにもという感じだね。宅配便の人じゃないよね。ごめんな。どうしても話が聞きたいから嘘をついちゃった。あ、そうか、顔見知りだからね。話って何？てか、あんたたち誰？また親たちが呼んだの？誰って知らないの？俺は働く気がないわけじゃないんだから、ほっといてよ。これは働かんな。親たちが無職の息子を心配して手配したと勘違いしてるのだろう。そもそも彼は風森さんのことを完全に忘れているようだ。うん、これはむしろ好都合だ。あ、なるほどね。いや、そうじゃないんだ。俺たちはこういうもんだ。風森さんが懐に手を入れたタイミングで私もポケットに手を伸ばす。そして二人同時に警察手帳を提示した。ビシッと。警察？一連の殺人事件のことは知ってるわよね。少し話を聞かせてもらいたいんだけど。今、俺ちょっと用事があって。そんなに時間は取らせないわ。事件解決に向けての地域協力だと思って、お願いします。うん。こいつが、うん、事件に興味を持ってることはもう分かりきってるからね。金谷さんは面倒そうな顔をしている。どうにかして協力を拒みたいようだ。え、なに？警察は手がかりが見つからないの？ちょっと困り果てて、あてもなく土砂回り？ええ、まあね。少しでも取っかかりが欲しくてね。うん、ちょっと仕立ての方がいいよね。うん、案外警察も無能なんだ。時々テレビでやってる特番じゃ優秀だと喧伝するけれど、あれは政府とテレビの捏造なんだ。煽られた。そうじゃない、と口を開きかけそうになったが、その瞬間に風森さんに肩を叩かれて我に返る。風森さんに諌められた。そこまではよくわかりません。それよりも話を聞かせてもらってもいい？見返りは何をくれんの？なるほどね。はい。なんか、たかられた。だから見返りだよ。なんで大事な情報がタダで手に入ると思ってんの？事件の取っかかりがなくて困ってるんでしょ？だったら特別顧問として手伝ってやるよ。大きく出たな。ネットには何でも情報があるんだからな。それだったらもう自分たちでネットを調べた方がよくない？俺のスーパーハッキングで何でも調べてやる。だから、いくら払ってくれんの？あ、そういう技術があるってこと？ハッカーだかクラッカーだかちょっとよくわからんけど、こっちの足元を見てリベートを要求するなんて、強い口調で対抗したくなるが、なんとかぐっと耐える。それだったらなんか警察にも、うん、ネット捜査班とかありそうだけどね。俺に足りたいんでしょ？だったら手土産くらい当然しょ。まさか手ぶら？思わず拳をぐっと握りしめる。短気者だな、アサギちゃん。このずうずうしい態度の彼を殴りつけたくなってくる。ダメダメダメ。風森さんが言っていたことが全て正しかったと痛感する。あれ？あれあれあれ？何その拳？ギュッと握っちゃって、もしかして怒ってんの？そんなわけありませんよ。ねえ、風森さん。プルプル。おおやばいな、二人とも短気者だからね。あ、何？あ、写真撮った。おうおお、よく撮れてる。証拠ゲットってな。何かされたらこいつをブログにアップすればいいや。いがちなやつだな、こいつは。プッチン、プッチン、ダメだ。ダメだ。風森さんには悪いが、この男には、虫ずが走る。
理屈を汚い口から垂れて不快にさせるこの男を屈服させないことには私たちの目的にたどり着けそうにない。汚い口とか言っちゃった。すいません、風森さん、そろそろ本題に入らせてもらってもいいですか。おう、やるだけやってみろ。いいの？いいの？ありがとうございます。ではやるの？何を？そういうや否や、私は彼の胸ぐらを掴んだ。ふい、いきなり何すんだ。人をバカにするのはいい加減にしてください。暴露してやる。ふい、国家権力の弾圧を受けたってブログでぶちまけてやる。お、ネクストライアーズアート。またこれか。ライアーズアートって、なんか正直ピンとこないんだよね。なんか脈絡がなく結果に導かれるっていうかね。でもやるしかない。来い。時間制限がきついよね、これ。キーボード、ネット、従順な豚、ちょっと思わず選んだ。なんか変なの選んだ。ヘリクツ屋の金谷を屈服させろだからね。豚用はあれでいいんじゃない。おやおや、随分と強気ね。その反抗心をまずはへし折らないと話が進まないみたい。ちょっと女王様キャラになっちゃった。従順な豚に仕立ててあげるから覚悟しなさい。いいの？何このド M にはたまらないお仕置きセリフが。ちょっと顔がデレッとなってる。ウトッチョインターネット王子、よく聞けよ。この女王様は違う、命令に背くときついぞ。それはそれでいいのか。援護射撃のつもりなのか、風森さんの煽りは話の腰を折り続けている。いや、案外いいんじゃない。だがその的外れのプレッシャーのおかげで、なぜか彼は期待の眼差しを私に向けていた。そんな目でみんな上がる。絶対上がるでしょ。上がった。ド M 系で行くの。いいんじゃない。案外エリクツと罵詈雑言ばかりでうんざり。あ、なんかもらったトロフィー。女王様と従順な豚のトロフィーをゲット。やった。これ以上脳書きを垂れるならこっちにも考えがあります。その場線で行くのか。お、脅迫か。やったね、やったね。悪いけど録音させてもらったぜ。これでお前は罪だな。いや、もっと攻めよう。どうかな。おめでたいおめでたいおめでたい。カリッジポイント使っちゃったけど。果たして本当にそう思ってるの。どんだけおめでたいのかしら。なりきってるな。え、そうなの。でも録音すれば勝てるってネットにあったし。私の勝ち誇った表情を見て彼は動揺した。いいのかこれは。正直私の内心こそ動揺していた。なりきれてない。慎重に言葉を選んで、脅迫にはギリギリ当たらない言葉を駆使しているはずだが。え、豚野郎、大丈夫？ OK？ 解釈次第ではアウトなんだ。アウトだと思うよ。だがこの自意識が肥大化した男に対して弱気なところを決して見せてはいけない。それがたとえハッタリだとしてもだ。あ、上がった上がった。いい？金谷ひろむさん、特別に選ばせてあげる。ここか文書か、どっちで話を聞かせてくれるの。あ、いいね、脅迫めいていいね。いや、なんで勝手に俺が協力するって前提なんだよ。さあ、行くぞ。素敵な別荘、素敵な別荘。どう？ダメかな。どこまでおめでたいの。これだから素人は困るのね。もういいわ、移動しましょう。文書の長室という名の素敵な別荘が待っているわ。なんか良さげ。え、ちょっと待ってよ、そんなに焦んなよ。どうして俺は捕まえられなきゃならんのだよ。勘違いしないで。ちょで私とお茶でもしないってお誘いしてるだけよ。捕まえるなんて心配性ね。そうやってへりくつを伸びやがって。彼は歯ぎしりを繰り返す。これはどうだろうね。悔しそうな姿を見ることができたのは胸がすくような思いだが、引き換えに彼の反発心を引き起こしてしまったらダメだよな。やっぱり下がる。あ、下がった。なあ刑事さん、俺が何かしたのかよ。俺は別に悪いことしてないだろ。公務執行官へ。黙れ黙れ黙れ言っちゃった。黙れ。お前のヘリクスなんてうんざりなの。私に協力するかしないのか、その覚悟を決めなさい。今すぐに。今すぐ。そんな、だから。ああもじれたい男でしょ。そんな男とか言われても。優柔不断なたよにイラ立ってくる。こんな調子じゃ
いつになったら話が切るのか分かりゃしない。これ下がるな、どうも。あ、キープキープ。あ、分かった。もういい。また来ます。お時間を取らせてすみません。ちょっと引こうか。パッそうか。分かりゃいいんだよ。分かりゃ。どうしましょう。次はゲロマミラ。どうしよう。ゲロマミラちょっとまずいだろ。なんて言うと、本気で思ってる？警察を舐めないで。狙った獲物は必ず仕留める。ちょっとヤバげだね。これからあなたの背後に監視の目がついてると思って。脅しか。 おい本気かよ。ちょっとからかっただけじゃん。何本気になってんだよ。ひっ。とにかくこれで失礼いたします。私たちはあなたがボロを出すまで見守っていますから。私は深々と頭を下げて立ち去ろうとした。 おいちょっと待てよ。すると金谷さんは慌てて私たちの背中に声をかけてきた。無駄な苦労だと思うぜ。たぶんこれは俺の助言だ。なんならもう少し教えてやってもいいんだぜ。彼が情報提供を持ちかけたと受け止めていいの？チャンスを捉えていいのか。いやダメだ。ここで簡単に食いついては本当の獲物にはありつけない。ここはじっくり相手の様子を伺わなくては。上がるんじゃない？これ上がったね。いえ、もういいんです。今日のところは引き上げます。あ、ちょっと待ってよ。どうしようかね、これ。さあ、うん、報告書。それではまた今度。うん、いや、今度。難しいね、なんか。今更なんです。もうこっちの要件は済みました。それではまた今度。言い逃れができない準備を整えてまた来ます。慌てるなって、ちょっとからかっただけじゃないか。何その態度が通用しない態度は。大人の対応しろよ。なあ、おい、その言葉、そっくりお返しいたします。では。え、そんな、おい、待ってくれよ。いきなりそんな冷たくするなって。もはやこの場のペースは私のものと言ってもいい。だが決して油断はできない。彼が協力的な様子を見せ続けるかが未知数だ。慎重に彼を見極めなくては。どうなるこれ。おい、行ったね。もうどうでもいいです。とにかくお邪魔しました。今度お会いする時を楽しみにしていますから。分かったよ。しょうがねえな。今回だけは特別に話を聞いてやるよ。特別？何が特別なんですか？私たちは通常の聞き込みに来てるんです。そこまで恩を着せるつもりならば結構ですが。もう分かったよ。俺の負けだ。お、認めた。だから面倒なことは勘弁してくれよ。完勝だ。このへりくつ屋を屈服させることができた。思わず鼻が膨らむ。そして一度はこの男に負けた風森さんをチラッと見てドヤ顔をしてやった。意地悪。風森さんは少し悔しそうな視線を私に投げつけていた。まあまあなんじゃないこれ。でもちょっと脈絡がなくて難しいっすね。やっぱちょっと仮ポイントもすごい使っちゃった気がする。それでなんだよ、俺に聞きたいことって。さっきも言った通り、この村で最近騒ぎになっている一連の殺人事件のことなんだけど。そうだったそうだった。別に俺は何も知らないんだけど。どうして全ての現場でヤジ馬をしていたの？ピクリと金谷が反応する。蹴取られないように彼をじっと観察する。私の質問が予想外なのか、明らかに反応が変わってきていた。聞かせてもらえる？どうしてあなたはいつも捜査現場に駆けつけるの？俺小説家を目指してるんだよ。小説家？誰にも言ってないけど、新本格化電気物なんだけど。え、小説？予想外の切り口にあっけに取られてしまった。言われればそうなのかなって気もしますね。それで取材がてら現場を見に行ってたんだよ。こういう現場を文章で書くときに、あんたたち警察が使っている用語とか参考にしてた。まさか俺が事件に関係してるとも思ってたか？勘弁してくれよ。そんなんじゃねえし。警察は俺なんかにかまけていないで、真面目に働いて犯人捕まえる。お前もな。村の連中もあんたたちの軽たらくに呆れてたぜ。遥かだって。遥か？俺に同情していたし、とにかくあんたたちの一挙手一投足をじっと見つめているってことよ。遥か？遥かって、水瀬遥かさんのこと？あなた知り合いなの？繋がってんの？意外だ。あんな可愛い子とこの男が接点を持ってるなんて。しかも下の名前で呼んでいるのも気にかかる。勝手に呼んでるだけだろ。うん、
はるかとはプライベートで仲良くしてたんだよ。で、それは聞き込みに関係ないだろ。すいません。完全に興味本位でした。たく、俺ははるかとの関係を大事にしたいんだよ。わかるか？だったらこれに関しては忘れてくれよ。彼女だって小説家志望の無職と知り合いって迷惑だろ。しかも、ド M の豚野郎だしね。彼は話しているうちに額に汗をびっしょりかいていた。確かに季節的には暑いが、彼はメタボ傾向にある。表情もどことなく優れない様子だ。なんかあんのかこれ。大丈夫？汗がすごいわよ。ああ、大丈夫。汗っかきだから。それに薬の時間だからかな。あ、なんか、処方してもらってんのかな？薬？何か持病を持ってるの？あ、食いすぎっていう病気よな。え、肥満に関して薬物治療を行ってるの？もしかして糖尿病か何か？違う。これはその、いいだろ別に。あんたには関係ない。それはそうだけど。もういいだろ。今日はここまでだ。もう帰ってくれ。え、もう少し話を。俺は知ってることを全部話した。だからこれ以上は何もわからない。だからもう終わりだ。え、ちょっと、金谷さん。突然態度を表現して強引に切り上げられてしまった。施錠された玄関を前にして私たちは立ち尽くすしかなかった。おい、閉められたな。閉められちゃいましたね。これはどう読めばいい？奴は黒か白か。なんか白な気がするね。少なくとも何かあるような気がするんです。彼の言葉のことごとくが真実とは思えません。そうだよな。俺も同感だ。クズが必死に取り繕ってたとしか思え。でも決定的な物証が出ているわけでもなし。捜査令状は取れないですよ。もし黒だったら彼はきっと証拠隠滅を図ります。そうだな。ということはだ。今から監視だな。金谷ひろむをな。そう？なんか無駄になりそうな気がしなくもないな。早速その晩から私たちは金谷ひろむの張り込みを開始した。目的はただ一つ。金谷を徹底マークし、不審な動きをすべて洗い出すことだ。そのためにも彼とのコンクラベに勝たなくてはならない。私は固い決意を抱いて、車の中に身を潜ませる。何時間でも、何日でも、彼の尻尾をつかむまで、と。私は視線を金谷家に集中させる。時折首元に浮かぶ汗が辛い。夏場の張り込みはこういう弊害がよくある。なぜならば、長丁場の張り込みにエンジンをかけっぱなしというわけにもいかないからだ。ああ、それは辛いね。駐車しっぱなしの車にエンジンがかかっていたら、相手に蹴取られる危険性が増してしまう。それにガス代の節減は上の上、天井人たちからのお達しでもあるのだ。セコ。これに素直に従わないと、給与査定に大きな影響が出る。彼はほとんど外出しないようだ。そのため私たちは何番も徹夜を強いられる。それは辛い。その間も文書の方で動きがないかと、時々徳らかに連絡を入れてはみた。だが、黒田課長からは、進展なんかないよ、という虚しい返事しか返ってこなかった。じゃあやっぱり金谷を張るしかないのか。私は車の中で静かに金谷ひろむ宅をじっと見つめながら、自分の直感を信じ続けていた。ほらよ、冷たいジュース。ホットサンドも食うか？ジュースだけいただきます。すいません。お前ホットサンドはいらないのか？もったいない。実にもったいない。人生の何割かは損してるぞ。すごいホットサンド推しだね。いえ、風森さんの大好物でしょ。だったら私が手を出すのは申し訳なくて。なんだよそりゃ。いちいち気にすんじゃねえよ。可愛い後輩がせがめばこんなのいくらでも。心にもないこと言うのはやめた方がいいですよ。風森さんの大好物を横取りするほど卑しくはないです。お、そうか。なかなか気遣いができるじゃねえか。最近ようやく仕事が上がってきたな。社交辞令でホットサンドを辞退するくらいで仕事が上手くなったと褒められるなんて。それよりも30分に一度は車から出て暇を潰してるのを何とかしてもらいたい。なんか動きはないよな、その様子だと。はい、見た目通り彼はインドア派ですからね。姿を全く見せてこない。家の出入りは？何もありません。時々家族は母屋から出てくる程度。静かなものですね。あのさ、
もしかしたらなんだけど、これ以上は言わないでください。私だって嫌な予感はしていますなるほど、スカってこと。風森さんが言いたいことは分かっている。もしかして当てが外れてるんじゃねえか僕もそう思うな。何日も彼の家を張り込んで全く状況が動かないのだ。私じゃなくても盛大な空振りをしてるんじゃないかと不安になってくる。留置所の関本もほったらかしだろ。そのうちどやされるぞ。特に捜査一課の連中に知られたら面倒だ。ええ、でもですよ、何かが引っかかるんです。そう、デカの勘ってやつか。ええ、はい。でもそういう当てずっぽうなものではないんです。何かおかしくないですか。私のこだわりに風森さんはうんざりしていることだろう。だがこうでもして言葉を交わしていないと集中力が途切れてしまいそうになる。まあいいや、夜は長いんだ。そのおかしいところを言ってみろよ。金谷ひるむは事件が発生したら必ず現場の見物をしています。それは取材とかじゃなくて。でもここ何日か見ていると外出の気配はなし。これって何か引っかかりませんか。なるほど、それは確かにな。じゃあ引き続き監視を頼む。俺はちょっと仮眠取るわ。1時間交代な。ダメです、そう言ってまた朝まで起きないんだから。少しは真面目にやってください。なこと言ったってよ、俺は夜更かしは苦手なんだよな。黒田課長に詰め寄った意気込みはどこに行ったんですか。そらあれだよ、まさかこんな長丁場になるなんて思ってなかったし。風森さんの悪い癖が出てきた。勢いがいいのは最初だけなんだ。長丁場で根気がいる話ではすぐにサボりがちになる。とにかく少し休ませてくれよ。休んでばっかじゃん。今度ホットサンドをおごってやるからさ。だったら私から休ませてください。私だって連日こもりっきりなんです。顔もドロドロで気持ち悪いったらありゃしない。え、なんだそれ、ずうずうしくないか。どうして先に休もうとすんだよ。自分で言ってて矛盾してるって気づきませんか。ああ、もうわかった。じゃんけん、じゃんけんで決めよう。それなら公平だろ。どうだ、文句あっか。いい加減にしてください。いや、こっちが切れたんじゃない、あっちだよな。あーって。ガラスの割れる音、そして絶叫。これらの音が耳に飛び込んできた瞬間、私たちの会話は中断された。今のはなんだ？唖然とした風森さんが私を見るが、そんなの私にだってわかるはずがない。絶叫は男の声だ。ヒロムか？かなりの興奮状態にあることは間違いない。方向的には金谷家だ。突如として始まった動きに私と風森さんが注目する。いちいちネチネチうるさいんだよ。親と喧嘩してる。金谷さんの声です。近くで様子を確認するぞ。私たちは慌てて車のドアを開けた。なんかああいうタイプは親と喧嘩しそうだよね、なんとなく。お前働けよみたいな感じで。私たちは車の外に出て慎重に金谷家に近づく。周辺の家も騒動に気づいたのか、時折窓を開けて様子を伺っている気配を感じる。賑やかだね。俺だって頑張ってんだよ。でも結果が出るまで時間がかかるんだ。俺を物扱いするんじゃねえよ。あ、なんか、YouTube でこういうの見たことあるぞ。うん。なんか、親に、そう、見下り半突きつけられて、もう、切りまくってるバカ息子の様子とかね。うん、金谷さんの怒声は止むことはなく、それが私たちを焦らせた。警察だってたまたまなんだよ。俺は何も悪くねえ。あ、警察介入したから親がめちゃめちゃ、ピリピリしてんだ。彼は相当興奮してる。どうする、さすが。署から応援を呼ぶか、それとも俺たちやるか。風森さんの表情は真剣だ。このまま私たちが飛び込んでも暴れた彼を抑えきれないかもしれない。そう？応援を呼んだ方が安全だ。うっせえ、俺はやればできるんだよ。何度も何度も何度も同じことを言わせるな。しかし、ここで応援を呼んで彼の身柄を他の部署に渡したくない。ああ、なるほどね。そしたら張り込みを続けた苦労が水の泡になってしまう。手柄を取られちゃうってことだね。さすが、どうする。だからとにかく金よこせよ、クスババ。俺の言うことを黙って聞いてればいいんだよ。
彼の怒声が私たちを焦らせる。急かされるまま私が取った選択は？どうする？要するに親子喧嘩だろ。応援を呼ぶ。応援は呼びたくない感じだよね。様子を見たらなんかもうやべえことになりそうだよね。飛び込むか、単独で。単独っていうか二人で行くよね。カリッジポイントいっぱいあるんで行こう。私たちだけ単独で行きます。マジかよ。マジだよ。応援を呼んだ方がいいんじゃねえのか。時間はこれ以上残されていません。彼には悪いが、これ以上躊躇するわけにはいかない。一刻も早く彼を取り寄せないと家族に危険が及ぶ。うん。危険を感じて私たちだけで突入するのを渋る風森さんを私は睨みつけた。行きましょう。私は玄関の扉に手をかけて勢いよく引き戸を開けた。その直後、風森さんは家の中に飛び込んだ。カネ、お前何してんだよ。おとなししろ。いや、彼それでびっくりすんじゃね。ピッ、お、てめえババア、警察呼んだのか。あ、なんか状況悪くなってない？風森さん、さすがそこ動くな。出口を固めてろ。でも風森さんは大丈夫なんですか？せい、黙って俺様の言うことを守れ。私のいる位置からは中の様子は全くわからない。ただただ二人が争っている音だけが響いてくる。その激しいものと私はただ聞くしかない。不測の事態に備えて警棒ケースの留め金を外した。もう持っちゃえ持っちゃえ。何なんだお前、今まで何してたんだよ。え、どうしたの？ブヒブヒ、俺はやればできるんだよ、やればできる。え、どうなってんのこれ。てか、お前は本当に金谷なのか。お前何があったんだよ。え、何を見てんの風森さん。俺は悪くないんだ。俺は本当に実力を持って、今に見てろ。室内のこもった空気が玄関から溢れ出す。ムッとした周期が私の胃を刺激する。え、刺激臭？何なのこの匂い、思わず吐きそうだ。生臭さとカビ臭さとありとあらゆる不快な匂いがブレンドしている。金谷。え、おや。さすが、そっち行ったぞ。え、いきなり言われても。ひょん。あ、風森さんが叫んだのと同時に金谷ひろみは飛び出してきた。その姿に私は目を疑った。金谷ひろむさんよね。薄暗い明かりのせいで彼の全身ははっきりと視認できない。だがそれでもわかるのは、前回会った時の印象とはどこにも残っていなかったことだけだ。姿見えないんだけど。ヒュッ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 。獰猛な肉食動物かと思わせる下品な呼吸音。その息の匂いも強烈だ。まるで内臓が腐ってるのか、絶えず吐き気を催させる。お前誰なんだよ、なんで俺の家の前にいるんだ。私のことを覚えていないの？明らかに正常な精神状態ではない。暗闇に覆われて彼の表情はよくわからないが、瞳だけは獣のように光っている。なんか昼間のは無害そうな感じだったよね。その様子はまるで極限にまで飢えた獣だ。外見の体型と相まってグリズリーかと勘違いしそうになる。まあ、ガタイはでかいはでかいんだね。あ、くそ、バカ力だけありやがって。おい金谷、もう諦めろ。諦めろ？何を諦めろ？言語理解能力も衰弱している。彼の発している言葉も意味をきちんと理解しているのか疑わしい。そうか、お前たちか。そうか、そうか。クックックック。いや、姿見せろって。何ブツブツ言ってんだ。悪いようにしないから、おとなしくしろ。渡さない。渡さない？何をだよ。俺のものだ、絶対に渡さない。あの、はるかさんかな。
何もお前から奪えやしないよ。だからおとなしくしろって。あ、やっぱり。はるか。俺のもんだ。はるか。黙れっつってんだろうが、カネや。風森さんの言葉に威圧されて彼が口をつぐむ。その代わり歩き出す。のったりと一歩、ぶたついて二歩。彼がゆっくりと前進し、私に近づいてくる。月明かりに彼の全身が照らし出されようとしている。彼はブリーフ以外、何も身につけていなかったパンイチ。え、どうして?裸?おい、そこ動くな。彼が何を考えているのか全く意味がわからない。私はひとまず。ん?風森さんを見た。後ずさったいけない気がする。うん。とりあえず、風森さん?風森さんを見た。風森さんは私の表情に困惑の色があるといち早く察知して彼に飛びかかった。カネや。姿全然見えないんだけど。まあ。風森さんが一気に仕留めようと走り込んだが、金谷ひろみは私を突き飛ばすようにして駆け出していた。その時、私は月明かりに照らされた彼の全身を見て言葉を失った。ん?あ、何これ?ガキこれ?何これ?え?身につけているのは白い下着のみ。全身血まみれ。誰の?その血は乾燥しかけているのか黒く濁っている。家族か?走っている後ろ姿も常人とは思えない。手足をバタバタさせ、体が左右にぶれている。まるでその姿は異様な怪物だ。ガキだよこれ。まさか、と私は唾を飲み込んだ。もしかして彼が、ブラインドマンなの?いや違うでしょ。彼は敷地奥の雑木林に飛び込んだ。このままだと暗闇に紛れて見失ってしまう。逃がすな。ボケてんじゃねえぞさすが。さっさと追うぞ。お前もな。はい。必死に走る風森さんと共に私も全力疾走する。もうすでに夜の闇に紛れてしまった彼の姿は視認できない。だが時折彼のうめき声と足音が断続的に聞こえてきた。それだけを頼りに私たちは突き進んだが、一向に捕まえることはできなかった。え、逃したの?いつしか私たちは山林の奥へと踏み入ってしまった。